こんにちは鶴巻温泉治療院の溝口です。可視静脈瘤のお話です。施設中に特に中年過ぎの女性の患者さんの可視に静脈瘤をよく目にしているはずです。血管の病気の中で最も多く、女性では軽症のものまで含めると約40%に静脈瘤があり、中年以上では60%以上の人が何らかの症状を感じていると言われています。 下肢静脈にはたくさんの逆流防止の弁がありますが、この静脈弁が障害されると静脈血が訴えして静脈瘤になります。氷剤静脈には二重前後あり、深部静脈には10前後の弁があり、氷剤性の静脈瘤ではまさに蛇行して太くなった。血管が数箇所にも膨らみが見えます。この静脈瘤の初期では足が疲れやすいとか。 重い感じがするといった症状が現れます特に昼前より夜長時間経ったままでいると起こりますまた下肢の痛みや足やくるぶしのあたりのむくみや靴を履くと痛いなどの症状も出てきますまた見た目ではわからない深部静脈瘤の場合は特に強い痛みを引き起こすことがありますこのような状態が10年以上続くと下肢の内側 くるぶしの周囲にも血液が漏れて褐色の色素沈着が起こったり、水泡を伴う静脈瘤性湿疹が起こります。この湿疹は強い痒みが起こり、掻きむしるために海洋となってしまうこともあります。この静脈瘤性潰瘍はなかなか治らない厄介な合併症です。静脈壁の炎症性障害も起こることがあり、血流の悪くなることで血栓ができやすくなります。静脈瘤性血栓症は？ チアノーゼや腫瘍やひどい痛みを引き起こします。この血栓が飛んで肺まで到達すると肺動脈性閉塞症になることもありますので肺動脈側線症になることもあるのです。ですから、静脈瘤は何より早期の治療が大切です。治療法としては軽症の場合は男性靴下や足を高くしたマッサージが有効です。悪化した場合は 静脈瘤の外科的な切除、竜などの硬化剤の注入などを併用します。では、本日のお話はこれで終わります。